しい料理があるそうで。お待たせいたしました。いただきます。これ海鮮丼、メガ盛り海鮮丼です。いくらですか？980円です。でしょ、男子が乗せるでしょうか。8種類、この後は芸能クイーン、強制性交罪に問われた元俳優、新井博文被告の第2回公判が開かれました。そこで流れた、前代未聞の暴動動画。全国予選の頂点に立つ、ルサンバスターは一体誰だ？本日は今夜8時。グランドアカデミー賞。頑張りましょう。また仕事始めましょう。自宅じゃなくても大丈夫。理想を叶えるための新しい働き方、 ECC ジュニアホームティーチャー、こちらへ。食べてみて。
ミツカン、コナレッジ。二人でも。最新エンタメニュース。ゲノクイーン。最新の芸能ニュースをお伝えするゲノクイーンです。ご次回も島田さんにお伝えいただきます。よろしくお願いします。まずは、荒井被告の罠、異例の行動に出ました。初公判からおよそ3週間、派遣型エステ店の女性従業員に乱暴したとして強制性交罪に問われた元俳優の荒井裕文ことパク・ヒョンベ被告の第2回公判が午後1時半から東京地裁で開かれました。被告人質問で荒井被告は、女性からの抵抗がなかったので合意の方が強いと思ったと証言。また弁護側は、当時の状況を説明するために作成した荒井被告自らが再現した2分半に及ぶビデオを流しました。ちょっと気になる内容なんですけれども、簡単に事件を聞いたんです。荒井被告なんですね、2月1日、去年7月に自宅で派遣型エステ店の女性に乱暴したとして強制性交を受け逮捕されています。すんなり時間とはいかなかったんです、はい、そうなんです。6月状況を説明するために作ったということなんですけど、そうですね、今回のお話だと、見てる限り被害者側と被告人側と言ってることが大きく食い違ってるっていうことってないんですよ。そんなに殴られた殴られてないとかそういうものではないので、ただ争点として、じゃあその強制性交となると暴行または恐喝が必要になるので、そういう暴行と評価されるような腕を引っ張ったとか、そういうニュアンス的なものが伝わるのかというところで、弁護側も、もうあとビデオを流すとかという方法しかないんじゃないかと判断したんですが、大谷さん、どう思われますか？長いとかそういえば知ってます。こんなものが流れるかって聞いたことがあって、女性はあくまで被害者ですよね。それがどういう形であれば再現ビデオに流れるということなんですね。一般の傍聴にやるわけですよ、裁判。どういう形でレイプされたか、そこで再現されてるわけですよ。そんなことよく裁判官に単独裁判官です。許可したら、だからレイプの届け出が少なくなる、こういう形になるのを確認したい、言われるわけですよ。これはやっぱり裁判所のやることは大問題なんですよ。一方で弁護側は島田弁護士、もちろんですけれども、このビデオが有利に働くと思って流してたんですね。そうですね。具体的に暴行と評価されるようなものがなかった。暴行っていうのはその状況で女性の側が抵抗できないようなことも含まれるので、その状況を再現するっていうのと、それから合意があるカメラに誤信してしまったという主張をしているので、そこに関わるような映像が流れたのかなと。ただ弁護士であれば、その当然無罪主張するためにできることは全てやりますので、このビデオを流したこと自体は私の問題だと思わないです。被害者の抵抗を義務付けてる犯罪ってないわけです。例えば、拷問されるときに、あなたはどんなに防ぎましたかと、
強盗されることにあなたはどれだけ防げますかと、この件に関してだけですね、公共という形で女性側の被害者側の抵抗をです、ね、義務付けてないと犯罪が成立しないと、こんな不公平な犯罪はないわけですよ。それを再現事項でほら抵抗してないでしょというふうにやられる側ってどういうことになるのかということすれば、もし新井被告本業が俳優だからこういう手法を取ったというその演技力だとか、そういうのに影響されるものじゃないとは思うんですけれども、まあ、そういう機会を思いついたというのは、選択肢の一つとしてということですね。実際、言葉でも女性からの抵抗がなかったので、こういう方が強いと思ったと話しています。来月23日に休憩が行われ、12月2日に判決。次です。結婚の職場の変化を話しました。パンのこう英才教育といいますか、小さい頃からこう美味しいパンを食べさせてもらってたので、それはすごくありがたいというか、今のパン好きにつながってるかなと思います。大のパン好きとして知られる木南晴香さんが朝食の日記念 PR イベントにエプロン姿で登場。1日3食すべてパンを、またおすすめの食パンの食べ方を教えてくれました。切り込みを入れて2回焼き、ボリューム軸をかけて最後にバターを乗せたら完成です。お味はいかがですか？サクサクです。おいしい。まあ、塩はまた効いてますね。木南さんといえば去年俳優玉木南さんと結婚したばかりですが、ご結婚前に比べて性格面での変化っていうのは特に大きく変わったっていう感じはないんですけど、まあ一人で食べるよりは品数が増えたりとか、ちょっとボリュームのたくさんあるような料理が増えたりとかっていうのはあります。今のお話でしたよね。そうですね、うん、でもあの以前お聞きした時9対1でパンが多いと、ということで本当にあのパンばっかり食べてるようですけれどもね、あの副賞受験というのは、ね、そうなんですよ。やっぱりあの家族が高じていろんな仕事も増えたので知識がないといけないということで勉強されまして、まあ2級職業とかですけど、3級の初心者で2級だとプロフェッショナルと言われて、あのちなみにあのキャストのパンのコーナーに出演してもらって吉田さんもこの同じ2級を持ってるんだけど、やっぱりパンで帰ってもらった方がいいんじゃないですか。どっちも見てる方もやっぱ いつか出ていただけたら嬉しいです。一緒にという形でもいいですよ。ファンコーダーそうなんです。本当木南さんお待ちしてます。木南さんもです。一緒に一緒にですで、なんといっても去年6月に玉木さんとご結婚されているということでして、以前から知り合いだったということですね。お二人はそうです。それであの、まあ結婚ということになったわけですけれども、はい、まあ、教育のためにね、はい、あの一緒になってるわけですけれども、その新婚生活でもやはりパンと溢れている。先ほどね、島田さんからもお話ありましたけれども、はい、9対1でパンとご飯の割合が、いいんです、いいんです、そんなすごい、これ晩ご飯もって思っちゃったりもするんですけど、一方で新婚旅行にも行かれたそうですね。はい、あのなんかニュージーランドに行かれたんですよ。一様に疲れ切っています。何があったのか、
満足な説明はなかったといいます。理由は何も言われてないんですけど、説明自体あまり受けてなくて、もう一回出てくださいというのはあんまりだけで、何も特に説明は個人では受けてない。列は徐々に進んでいるんですけれども、ご覧のようにいくつかの便はすでに欠航が決まっています。国交省大阪航空局は手荷物の再検査では今のところナイフが発見されていないことなど、ナイフを持っていた人物はすでに搭乗し飛び立っている可能性があるとの認識を示しました。まあ、ご覧のように伊丹空港はですね、欠航便が出るなど大きな出来事になってしまったわけですね。皆さんうんざりした様子です。で、なぜ全員が保安検査の対象となったんでしょうか。国土交通省に取材をしました。危険物がですね、保安検査場をすり抜けてしまう今回のようなケースは全国の空港で年に数件ほどあるそうです。で、検査場を危険物がすり抜けてしまった場合、その対処の仕方というのは国交省が定める手順が決まっています。危険物を持ち込んだ人物がまずこのように保安検査場を通過してからの行動を係員が監視カメラなどで追跡するそうです。で、検査場を通過した後の行動、それから例えば接触した人物など 100% 把握できた場合には、この危険物を持ち込んだ人物と接触した人のみが再検査の対象となる。まあ、つまり動きが特定できればこれで済むわけですね。ところが監視カメラの死角などがあって少しでも見失ったりした場合に危険物を他の人に渡してしまっているということも考えられます。ですからそういったケースの場合はその時間帯に保安検査場を通過した人全員が再検査の対象になってしまう、国交省は定めております。ですから今日のような事態になってしまったわけです。今月12日、千葉県の特養老人ホームに入所していた82歳の女性が熱中症で死亡しました。台風による停電でエアコンが使えない中、施設側は幾度も自治体や国へ SOS を出していました。今月12日に病院で息を引き取った渡辺紀子さん。間違いなく台風が影響だとは自分たちは思います。こう話すのは長男の渡辺幸也さんです。82歳ののりこさんは千葉県君津市の特別養護老人ホームに入所していましたが、熱中症の症状で搬送され治療中に亡くなりました。クーラーが効いて気温さえ上がらなければ今も元気なまま暮らしてたと思います。今月9日、
千葉市付近に上陸した台風15号は災害弱者の生活を直撃しました。のりこさんが入所していた特別養護老人ホームは停電の影響で戦場さながらの状態に。これに入れて20リッター入るので両方で40リッター僕が持って階段を上がってたんです。停電でポンプが利用できないため水が汲み上げられなくなりました。酸素吸入器も冷蔵庫も使えません。追い打ちをかけたのが台風が通過した後の急激な気温上昇です。もちろんクーラーは持たない。まだ、まあ、クーラーにしてるけどね。どこを使うのか、クーラーは必要です。クーラーが使えるようになったのは、衛生士が発足した13日以降でした。実は、施設側はのりこさんが熱中症の症状で倒れる2日前のことだから、秘密紙に対して、水や電源が足りないと状況を伝えています。なぜ電源車をもっと早く手配できなかったのでしょうか。中部電力さんだとか、関西電力さんの方からこう持ってきてもらったとか、いろんな状況があって、交通事情だとかあって、実際に届けられた、時間というか、としては、まあ、そんな諸事情があって遅くなったのかなという印象は。東京電力が10日にも復旧するとした見通しにも振り回されたといいます。市内の判断というのは東京のまあ、なかったといえばそういうことではないけど、やっぱり施設の方も、まあ、今日を通電するようになるという、まあ、イメージとしてこの情報で振り回して使って寝れるよねっていう、まあ、イメージがあったりとか、どんな印象か。浮かび上がってきた東京電力の普及の見通しの甘さと、後手後手に回った自治体の対応。それから災害が起きた時にどこに優先して山梨県の山中で7歳の小倉美咲ちゃんの行方が分からなくなって今日で6日目です。今日の捜索はどんなような形で行われたんでしょうか。社会部森本さん。はい、今日も警察や自衛隊などの懸命な捜索が続けられてきましたが、美咲ちゃんの発見には至りませんでした。周辺は暗くなってきたこともあって今日の捜索は30分前に終了しました。今日も午前6時から警察や自衛隊などおよそ260人体制で捜索が行われました。自衛隊などはこれまで捜索ができていなかった山の急斜面の岩や木の陰を調べるなど捜索の範囲を少しずつ広げていました。また新しい試みとして村の防災無線を使って地元の住民に向けて自宅の倉庫を確認するよう呼びかけていました。これは美咲ちゃんが雨風や寒さをしのいだり食べ物を求めたりして周辺の建物を目指す可能性があるからです。ただ6回目の捜索を終えた今日も発見につながる有力な情報は見つかっておらず、警察や自衛隊などは明日も午前6時から捜索を再開するということです。甲子園の強豪校横浜高校の野球部で指導者から部員へ暴言が繰り返されている疑いが一部報じられました。これについて今日学校側が関係者に聞き取り調査を始めたことが分かりました。甲子園春夏5回の優勝経験がある横浜高校、元の8年高校野球の名門校、指導者が部員に対し暴言を浴びせていた疑いがあると今日一部のメディアが報じ波紋が広がっています。
びっくりはしましたね。練習行ったりはしましたね。もしそういうのがあったとすればね、残念だなとしか言いようがないですね。学校側は野球部の部長や監督に聞き取りを始めました。暴言の事実があったかについてはまだ調査中ということで明らかにはしていません。今後は野球部員へのヒアリングも含む事実を確認するとしています。横浜高校のグラウンドです。今日は野球部の部員が練習する姿は見られません。学校側は野球部の活動について混乱を避けるため当面の間練習と対外試合を自粛することを決めました。横浜高校は秋の県大会準々決勝で敗れ、来年春の甲子園出場は厳しい状況です。暴言の事実はあったのでしょうか。学校側はしっかり調査して正しい対応をしたいとコメントしています。慰安婦を象徴する少女像などへの抗議があり中止となった愛知トリエンナーレについて、文化庁が今日補助金およそ7800万円を交付しない方針を決定しました。なぜなんでしょうか。表現の自由をですね、高らかに掲げて今回裁判に臨みたい。事態が意外な展開を見せられました。現在愛知県で開催されている国際芸術祭愛知トリエンナーレの企画展、表現の不自由展その後がわずか3日で中止となった問題、慰安婦問題を象徴する少女像を展示することなどにテロ予告や脅迫を含む1万件以上の抗議が殺到していました。事態を受けて設置された愛知県の検証委員会で公開された実際にかかってきた抗議電話です。慰安婦像なんか出すんじゃないわよ。そういうご意見はですね、ご意見じゃないの、これは忠告。はいはい、あなたバカじゃないの。これ何、これからも展示するつもりか。ここは今ちょっとそれを検討させていただいているところでございますので。どういう問題、神経のやつだお前たちは。今どういう問題なのか分かってないのか、政治的にそんなこと分からんのか。バカ野郎。検証委員会は昨日、抗議電話への対策を講じることや展示方法を改善することなどを条件に展示を再開すべきとする中間報告をまとめました。これを受け愛知県の大村知事は、表現の不自由点その後についてはですね、再開を目指したい。展示再開へ向けた協議を始める方針を打ち出しました。ところが国は甘くありませんでした。この補助金については審査の結果、公表しないことを決定しました。抗議が殺到して展示が難しくなる可能性を把握しながら文化庁に報告しなかったことを問題視、実際に展示中止となり正しく運営できていないことを理由に補助金を交付しないことを決めました。愛知トリエンナーレおよそ12億円、主に愛知県と名古屋市が費用を負担し、国もおよそ7800万円の補助金を